1789年時点のプファルツ選定考量。1、フランケンタール2、マンハイム3、ハイデルベルク4、アルツアイゴバッハラフハ6、ゲルマースハイム7、クロイツナハ八8、ノイシュタット9、ラウターン10、ラウターエッケン11、オッペンハイム12、ジンメン13、シュトロムベルク14、フェルデンツ15、ボックスベルク16、ブレッテン17、 ハイデルベルク18、ラーデンブルク19、リンデンフェルス20、モースバッファ21、オッツベルク22、ウムシュタット・プファルツ選定公領、または、クーア・プファルツは、新生ローマ帝国の選定公の一人であった、プファルツ選定公の領土の総称。あくまでも正式な君主号は、ライン級中白であり、その領土もライン級中白領と呼ぶことになる。プファルツ選定公領は、 後年に、ラインプファルツと知られる地方よりも、ライン側西側一帯、ゲンドイツラインラントプファルツ州のプファルツ地方を呼び、フランスのアルザス地方に遥かに多くの領域を有していた。プファルツ選定荒領には同時に、ハイデルベルク北部やマンハイムとマインツを含む、ライン側東側一帯も含まれていた。旧中白寮は10世紀に存在した、ロタリンギや旧中白から派生した。 11世紀の間、宮中伯領は、ライン川両側一帯を統治した、越草年家によって支配された。これらの領域は、ケルンボミ一帯に中心を置いていたが、南方のモーゼルナヘ川に勢力を伸ばした。領域の最南端が、アルセーフ近であった。最後の越草年家の宮中伯死後に、ロタリンギや宮中伯ヘルマン二世が統治した1085年。 1086年頃から、宮中白領は、ロタリンギアにおける軍事的重要性を失った。最初のライン地方の宮中白の世襲は神聖ローマ、皇帝フリードリヒ一世の異母帝であるコンラートに、なされた。この領域と結びついた、世襲の感触は、フランケン地方とラインラントを掌握した、ホーエンシュタウフェンケによって始められた。 宮中白陵の大部分は神聖ローマ帝国の前身であるフランク帝国の領域であり、残りはコンラートが母方のザールブリュッケン家から受け継いだものであった。これらの背景が何世紀にもわたるウェプファルツを呼び、ラインプファルツの構成要素だと説明される。1195年に宮中白陵は、 シュタウフェン家の相続人であるアグネスと結婚した、ベルフ家のハインリヒ5世に渡った。13世紀初頭に、ベルフ家の相続人であるアグネスと結婚した、バイエルン公国のビッテルスバッハ家の夫を2世に、全球中白領が渡った。あとに1294年の上バイエルンコーレウトビヒ2世の、 相続人間による領土分割の最中、ルートビヒ二世の長男ルドルフ一世の系統が、ラインプファルツとアンベルク周辺に中心を置く、バイエルンのノルガン領域を獲得した。この統治が、政治的にラインプファルツと結びつけられたことで、上、プファルツという名称は、ライン一体のカプファルツに対する形で、共通のものとなる。1317年に、 ルドルフ一世は、弟の神聖ローマ皇帝ルートビヒ四世との内戦に敗れて敗因されるが、1329年のパビア条約でルートビヒ四世は、プファルツを、おいのルドルフ二世とループレヒト一世のもとに、回復させた。プファルツ選定校、フリードリヒ三世、ライン級中白は、金印直所で選定校の一人として公認され、世襲の官職である。 帝国大カレーとフランケン、シュバーベン、ラインラント、南ドイツの国王代理の地位を授けられた。この時から、ライン級中白は、プファルツ選定校として知られるようになった。一族の間で領域の分割が行われたことにより、16世紀初頭までに、プファルツ系ビッテルスバッハ家の主要な系統は、下プファルツのジンメルンと、カイザースラウテルンと、 ツバイブリュックンを、ウェプファルツのノイブルクアンデアドナウトズルツバッハを、支配した。プファルツ選定校は、現在のハイデルベルクに拠点を置き、1530年頃には、ルター派、1550年頃にはカルバン派を採用した。直径は1559年に耐え、カルバン派を講ずる、プファルツジンメルン家のフリードリヒ3世が検証した、ことで、プファルツは、 ヨーロッパにおけるカルバン派の中心となり、ネーデルラントとフランスの両国で反乱を起こすカルバン派の支援者となった。プファルツ選帝公、フリードリヒ5世1619年に、フリードリヒ5世は、ボヘミアのプロテスタントから、ボヘミア王に衰退された。しかし、フリードリヒ五世は、翌1620年の白山の戦いで、神聖ローマ皇帝フェルディナント二世に敗北し、 スペインとバイエルンの軍隊によって、プファルツ本土が占領された。フリードリヒ五世は、そのボヘミア統治が一冬に限られていたことから、冬王と呼ばれるに至った。1623年に、フリードリヒ五世は選定公も配位された。フリードリヒ五世の領地と選定公の地位は、ビッテルスバッハ家の別系統である、バイエルン公マクシミリアン一世に授けられた。 1648年に、ベスト・ファーレン条約が締結されるまでに、フリードリヒ5世の息子カール1世ルートビヒは、死も、プファルツを回復した。1648年のベスト・ファーレン条約により、マクシミリアン1世はウェプファルツの領有と、選定公くらいの保持が認められた。カール1世ルートビヒも、親切の者として選定公くらいを授けられたが、 他の選定校よりも席次は低いものであった。プファルツ選定校、フィリップ・ビルヘルム1685年に、プファルツ・ジンメルン家は断絶し、カトリックである、プファルツ・ノイブルク公フィリップ・ビルヘルムが継承した。この継承にことを唱えた、ルイ14世により、大同盟戦争が勃発したが、その講和条約である、レースウェーク条約では、ルイ14世の意見は知りけられ、 戦中に没したフィリップ・ビルヘルムに代わって、息子のヨハン・ビルヘルムが継承することで決着した。1720年に、カール三世・フィリップは、プファルツ選帝公の宮廷をハイデルベルクから、マンハイムに移した。1742年、カール三世・フィリップの死をもって、プファルツ・ノイブルク公の地も絶えたため、プファルツ選帝公は、 ズルツバッハ系のカールテオドールが相続した。カールテオドールは1777年にはバイエルン選定行為も相続した。ベスト・ファーレン条約の規定により、カールテオドールとその後継者はバイエルン選定行くらいを唯一の選定権及び優位権として保持した。カールテオドールの後継者でフランス国境地帯に所領を持っていた。 スバイブリュッケン公マクシミリアニ・ヨーゼフは1799年に全ビッテルス・バッハ・家領を唯一の統治者のもとに集めた。プファルツはフランス革命戦争の最中の1795年に西側がフランス革命政府によって占領、吸収されたことで続いて1803年にバーデン編境白カール・フリードリヒによって 東側が併合されたことで消滅した。1806年に、バーデン大公国を含む、ライン同盟が成立し、ついで新生ローマ帝国の消滅とともに、前線抵抗はその地位を失った。初代バイエルン王マクシミリアン一世1806年に、バーデンは大公国に昇格し、マンハイムを含むかつてのプファルツは、新しい大公国の一部となった。 1814年から1815年のウィーン会議で、プファルツの西側は、ビッテルスバッハ家の元に戻り、1816年には、正式に、バイエルン王国の一部となり、その時以来この地方は主に、プファルツとして知られるようになった。この地区は、第二次世界大戦後までバイエルンの一部であり、大戦後には分割して、 プロイセン州及びヘッセンダルムシュタット州の西部と共に新たにラインラントップファルツ州となった。1703年の全文章。1156年に新聖ローマ皇帝フリードリヒ一世赤髭王の弟であるコンラートは宮中博となった。ホーエンシュタウフェン家の古い文章である唯一のライオンは宮中博の文章となった。古民政策により 宮中白の紋章は、ベルフケア後のビッテルスバッハ家の紋章の縦面のクォーターとなった。先定校のとして言及されるバイエルンの紋章でも使われた。これは、縦面のクォーターのライオンが拡張したことであり、バイエルンの紋章に1623年に、バイエルン校マクシミリアン一世の地位が、先定校に昇格したのと、同時期に現れて使われた。 奉仕は神聖ローマ帝国における第九歳の地位として表現されていた。ありがとうございます。